なんかの週刊女性に、この間まあ上皇ご夫妻が琉球に行かれたことが書かれてましたね。まあ、琉球の展示会ですね。はい、書かれてましたね。まあ、なんかコロナで外出されるのはまあ1年7ヶ月ぶりっていう形で、うん、まあ、その間にまあお友達を亡くされたりとか、そういうお年頃なのかなってことなんでしょうけども、うん、まあ、一応まあ上皇ご夫妻にとってはまあ沖縄は特別な場所っていう形でね。はいはい。まあ、過去にもまあ11回訪れてるみたいなんですけども、まあ、最初に1975年に訪れた時には火炎瓶を投げつけられるようなこともあったみたいで、はい、その時に、ね、その火炎瓶を投げつけた川野氏っていう人が今なんか沖縄の名護市議をやってみたいですけどね。あ、そうなんですね。はだから、まあ、もしかしたらその時にね、美智子様の本性をしてたんかもわかんないですけども、その時点でですね、まあ、一応まあ実刑判決食らってますからね、それでもまあ普通に市議をやってるって形で、うん、まあ、いろいろとまあ不思議なことですけど、やばいですけどね。まあそうですね。まあ、ちなみにその麻生さんのね妹で信子様についてもまあ書かれてて、はい、富人様が亡くなってからまあ10年が経ったっていう形で、うん、まあ、10年式年祭とかも行われたんだけども、まあ、そこにはその長女の明子様とまあ陽子様とか、まあ、百合子様は参列されたんだけども、まあ、信子様の姿はなかったっていう形でね、はいはい、うん、まあ、自分の旦那さんのね、まあ、葬儀の式年祭なのに、まあ、不在だったっていう形で、うますね、ちょっとまあこの辺でまあ仲がどうなのかなってこともあるんですけども、うん、まあ、一応まあ66歳で亡くなったっていう形なんですけども、若いですけどね、66は。まあそうですね、うん、まあ、いろいろまあその移植というかね、オールナイトニッポンのラジオ DJ とかもあったりとか、徹子の部屋とかもね出演とか、はいはいはい、まあ、かなり型破りな人っていう形で、まあ、一度なんかその社会活動と公務が両立できないっていうことで、うん、まあ、公職離脱発言とかもしたみたいなんだけども、まあ、食道がんになったりとかね、いろいろあったりとかして、まあ、その時には信子様とかも、まあ、1日6食のメニューとかを作られたりとか頑張ってて、まあ、仲も良かったみたいですけどね、はい、仲も良かったんだけども、まあ、なぜか、まあ、ちょっとまあそこから仲悪くなっていくっていう形で、もともとは信子様が、まあ、その2004年に更年期障害とか、まあ、その胃潰瘍とか、まあ、診断されて、はい、まあ、そこからまあその麻生家の別荘とかで静養されたりとかして、うん、まあ、そこからも、ね、ストレスとかでいろいろ入退院とかを繰り返したりとかして、戻られたのが家族の元じゃなくて、まあ、宮内庁の施設っていう形で、まあ、それでまあお子さんのね明子様からしたら置き去りされたみたいな感じの気持ちで、母親がまあ、許せなかったんちゃうかっていうことでね、はいはいはい、ただまあいずれとまあそのストレスの原因とかも、まあ、友人様のアルコール依存症とかもそういうことも言われてるし、まあ、DV っていうことも語られてるんでね、ちょっとまあこの辺もまあ難しい問題ではありますけどね。アル中っていうのもまあ公用もしてたみたいですね。そうですね、うん、まあこの辺でね家族にしか分からない問題なのかなってことなんでしょうけども、はいはいはい、うん、まあ、しろまあ亡くなる直前には信子様とかも病院を訪れたんだけども、まあ、その時にまあ面会を拒否されているっていう形で、あ、そうですか。しかもまあ、あの葬式にも出てないっていう形で、うん、まあ、だいぶなんかこの時から仲悪いんでしょうね、まあ、家族のまあ仲というかね、そういうのがまあだいぶ悪化してたのかなっていう形で、はいはい、でまあ、模試とかもその長女の明子様が務められたっていう形で、ただまあその亡くなってから1年後ぐらいから信子様もまあ活動を再開されるっていうことなんだけども、うん、ただまあその活動を再開される時に、まあ、友人様のことに関しては一切触れてなかったんで、国民にも説明されてないということで、まあ、娘さん2人からしたらね、うん、ちょっとまあ不信感を抱かれたっていうことらしいんですけどね。確かに、さすがにね。まあ、いろいろとまあありますけども、他にもその友人様の父親の高人様も、まあ、2016年に亡くなっているんですけども、はい、ただまあその時にも信子様の姿がなかったっていう形で、まあ、この時もやっぱりまあ仲がまだ悪い状況なのかなっていう形で、まあ、事実上まあその破門ちゃうかっていう形ではまあ書かれてたんだけども、うん、まあ、ただねその友人様のお母様って言ったら、まあこの間99歳になった百合子様、まあ、百合子様なんだけども、はい、まあ、今もまあご健在っていう形で、まあ、当主としてね、まあ、三笠宮家の当主としていてるんだけども、うん、まあ、その後まあ誰に引き継ぐかっていうところが、まあ、今結構悩んでるところらしいですね。ああ、まあどうするんだっていう感じでしょうね。うん、まあ、一応まあその、まあ、百合子様とか、まあ、公務とかっていうのは結構厳しいところがあるんで、まあ、そういったので、まあ、ご高齢だからっていう形で、まあ、代役としてその明子様が、まあ、務められることが多いっていう形で、はいはいはい、まあ、その感じで、まあ、このひげの殿下日記ですかね、まあ、ここには明子様が三笠宮家を継ぐっていうことが言いたかったんちゃうかみたいな感じのことは、まあ、書かれてたんだけども、はい、だからまあ普通であればね信子様が三笠宮家を継ぐのが
まあ、当然なんだけども、うん、まあ、これがね、その宮内庁が判断するのか、まあ、どういう形でどう判断するのかってところなんでしょうけども、誰が決めるというか、まあいろいろ、まあそれは家族で話し合ってっていうのもあるんでしょうけども、普通であればね、その信子様ってこともそうだろうし、はい、まあ、一応まあその信子様としても、まあ、最近ではね、その皇族として精力的に公務をこなしているということもあるんで、うん、一番いいのは家族で話し合って仲直りしてもらったところが一番なんでしょうけども、もうここまで来るとなかなか厳しいんじゃないですか、まあ、環境が環境だけにね、うん、まあ、その辺はいろいろとあるんでしょうけども、はいはいはい、ただまあ比企の殿下っていうのはその彬子様が監修されたんだけども、まあ、そこの中にはいろいろまあその家族4人でのエピソードも書かれてたりとかするんで、うん、まあ、それがもしかしたらまあ仲直りの兆しなんちゃうかっていうこともまあ書かれてたんでね、はいはいはい、うん、まあ、その辺が今後どうなっていくかっていう形ではあるんで、まあ、仲直りしてもらいたいなってところはありますけどね、まあ、家族といえどでもね、ちょっと溝が入るとこの年齢とかになってくるとね、ちょっと頑固ですからお互い、まあそうですね、まあ、秋篠宮家とか佳子様とか眞子さんとかもそうかもしれないですけど、ちょっとなかなかね大きな何かがないと、はいはい、いい関係にならないと思いますけどね、ちょっと、まあ、ちなみにその眞子さんに関しては、まあ、なんか6月7日の様子とかも書かれてて、2人並んで歩いてるっていう形で、まあ、仲の良さが伝わってくるみたいな感じは紹介されてましたけども、はいはい、まあ、これもね、おそらくまあ取らしたんちゃうかみたいな感じで、それも買い物とかもね、おそらく2人で行ってるわけないのに、うん、まあ、一応そのまあ見せかけるための写真ちゃうかなってところでね、まあ、この写真もまあそのデイリーメールから買い取ったみたいな感じの同じ写真が使われてたんで、はい、うん、やらせかなってことなんでしょうけどね、あの白髪混じりの頭の時の写真ですかね、そうですね、まあ、基本的にその買い物って言ったら週に 2,3 回行くわけやからね、うん、まあ、それで、まあ、1回しか撮られてるところ見られてないっていうところを見るとね、まあ怪しいなってところなんでしょうけどもまあね、まあ、撮影用で出られたのかなってところで、うん、ただなんかその眞子さんもね、服装が毎回一緒で、ずっとまあその黒シャツにワイドデニムか、うん、そういう形で、まあ、4月と6月のファッションが全く一緒みたいな感じで、まあ、紹介されて、なんか多分体型とかもちょっと太ってきたから、ワイドデニムとかじゃないとなんかスキニーみたいなの履けないんでしょうね、ダボっとしたのじゃないと、ああそうなんかもからね、うん、まあ、一応まあそのお気に入りのコーディネートみたいな感じでは紹介されてましたけども、はいはいはい、うん、まあ、一応まあその異変として白髪が増えてきたっていう形で、まあ、それでまあその最近では薄く茶色に染め出したっていう形で、うん、まあ、それでまあストレスを感じてるんだろうっていうことでね、まあね、書かれてて、ただまあなかなかね、今帰国とかに関してはまあどうなのか分かんないけども、まあ、そのイギリスのヘンリー夫妻の件とかもまあ書かれてて、まあ、帰国をするときにはね、その警察の方から警備を拒否されて、そしてまあ帰国を拒否したら、まあ、イギリス国民から批判が殺到したみたいな感じのこともあったんで、うん、まあ、ただそのこの間のね、エリザベス女王の在位70周年の、まあ、イベントには行ってましたね、うん、あれはまあエリザベス女王が配慮を見せてくれて、女王が自身の警備官と防弾仕様の車をまあ出向かわしたっていう形で、はい、まあ、そういう形でその眞子さま帰国となれば、まあ、それなりに警備をつけなければいけないという形で、まあ、慌ただしくなるという形で、大変でしょうね、まあ、当然まあそこでまあ批判も起きるだろうという形で、はい、まあ、これでね、その小室さんにだけ批判が集まれば別にどうだっていいんだろうけども、うん、ただその秋島家に批判が集まるのはまあダメだということで、7年間帰国拒否みたいな感じではね書かれてましたけども、7年間、まあ、そうですね、悠仁さまがまあ今高校生なんで東京大学に行ってっていうところの高校大学の3年間4年間で7年間ですね。へー、邪魔しないために、そうですね、ただまあその間はニューヨーク総領事に面倒見てくれよって形でまあ一般の相談とか、はい、まあ、それなりの支援に動いていますって形で、まあ、このそれなりの支援っていうのがおそらくまあ買い物とかなんでしょうけどね。まあメイドさんとかも家にはねおるとかいう話もありますけど、うん、まあね、うん、まあ、一応まあその静かな環境で勉強させてやりたいみたいな感じでは書かれてるんだけども、まあ、いくらねその久しさま静かな環境で勉強させたところでってところなんでしょうけどね、まあその授業もついていけないよって形で、まあ、レベル高すぎてね、どうなんでしょうね、何言ってるか分からないよって感じでね、部活にバドミントン部行ってるっていう情報は、まあ、練習とかも参加してね、なんか球拾いじゃないけど羽拾いみんなしてるっていう情報とか出てくるけど、はいはい、授業がどうこうっていう情報はちょっと出てきてないんで今のところ、まあそうですね、ね、ついていけてるのかどうか分かんないですよね、うん、まあ、一応その秋島ご夫妻 の当面の目標は東京大学に入学させて最高の教育環境で学ばせることみたいな感じでは、まあ、紹介されてましたけども、はいはいはい、悠仁様がね生まれてからは、まあ、紀子様も悠仁様がファーストで、まあ、おそらくまあそれが原因となって、まあ、眞子さんとね佳子様とかも
まあ、衝突をしてきてっていうところで、うん、極めつけが、まあ、小室圭の問題で、まあ、金銭トラブルとかが、まあ、原因で、まあ、佳子さまとも仲悪くなって、眞子さんとも仲悪くなってって形で、まあ、本格的に仲が悪くなっていったのかなってことなんでしょうけども、ただまあその、まあ、紀子さま的にもそうだし、まあ、眞子さん的にも、まあ、そのアメリカでの生活を軌道に乗せて、まあ、結婚が正しい選択だったってことを日本に、まあ、日本国民にね、まあ、認められるようになるまでは帰国しないっていう覚悟も決められてるようですみたいな感じでは書かれてたんだけども、うん、決めたところでね、ビザがどうなんねっていうところがあるんで、ね、ちょっとその辺が、まあ、どうなるかは分かんないですけどね。いや本当そうですよね。しかもなんか定期的にね日本に帰ってきて、まあ、会見もするみたいな約束もあったわけで、そうですね、7年帰ってこないとかなってくるともうその話すら、まあ、そもそもねその日本国民に認められるために軌道を乗せるまではみたいな感じで書いてるけども、はい、まあ、そもそもの原因がね金銭トラブルについて何も答えずに出ていった言葉で、まあ、国民は怒ってるんだから、そこが解決しないことにはね、まあ、何も解決しないんだけども、うん、まあ、ただアメリカの生活はね、ニューヨークの生活はかなりお金も減りやすいというか、今なんかその円安とかになってますけども、おそらくまあその眞子さんの資産とかの多くは円建てだから、急激に進んでる円安とかで確実に目減りをしてるだろうみたいな感じで、あ、貯金がね、まあ、紹介されて、はいはいはい、かなりなんかそのニューヨークは物価も高いしね、なんかそのスーパーとかでも卵1パックが1,000円ぐらいするみたいですね。うわー、それ高いっすね。うん、まあ、日本だから5倍ぐらいするんちゃうかなってことで、はいはいはい、まあ、小室圭の前ではいつもなんか笑顔で笑ってるけども、うん、まあ、内心は不安だらけで、まあ、それがストレスとなって白髪になってんちゃうかみたいな感じでは書かれてましたけども、まあね、でもなんか小室圭さんもね、眞子さんが白髪になってたらちょっと言ってあげたりしたらいいのにね、染めた方がいいんちゃうみたいな、ね、そうですね、うん、あんまりそんなも言えないような仲なのか、まあ、ちなみにその日本の方では、まあ、佳子さまがね、眞子さんの日本工芸会の総裁を引き継ぐみたいな感じで報道されてたけども、うん、まあ、あんまりね興味があるような分野とも思えないし、はいはい、親からも言われて引き継いだのか、まあ、自分の意思でやったとは思えないですけどね。あー、ですよね、まあ、普通にね自分の意思でやりたいっていうのであれば眞子さんが出て行ってすぐにね継ぐでしょうから、うん、まあ、去年の10月から空席やったから、まあ、実質ね半年以上も空席ってことはもういやいやなんちゃうかなってところが、まあ、見え見えというか、そうでしょうね、なんか最近いろいろなんか言われてるからちょっと納得こかみたいな、はい、うん、急いでやったんでしょうね。6月14日付ですかね。もともとこの総裁っていうのも最初はその三笠宮家の桂宮様が総裁されてて、はい、でそこからまあ引き継いできたってことなんだけども、だからまあ三笠宮家がね継げばいいんだろうけども、まあ、その後、まあ、その眞子さんが公務に就いたっていう形で、うん、ただまあその公務についてすぐにねイギリスに留学みたいな感じだから、まあ、やる気なかったのかなってことなんでしょうけども、はいはいはい、うん、まあ、眞子さんもやる気なかったんだろうし、佳子さまもまあそんなに興味がねあるようにも思えないしってところで、まあ、この辺がね、なんかヘアスタイルにはこだわってるみたいですけどね、毎回その公務出るときに髪の毛巻いたりとか、まあそうですね、うん、佳子さまはヘアスタイルにこだわっているみたいな記事もねあったりとかするんですけど、まあそうですね、まあ容姿にはちょっとこだわったりするけど、公務の内容自体にはあんまり興味ないんだってですね。そうですね、まあなんかその昭島家もね日本に住み着いた外来種みたいな存在で、なんか日本に住み着いてね日本の生態系を崩してめちゃくちゃにしてやろうみたいな感じでやってるように感じてしまいますけどもはい、はい、なんかこういうなんかいいニュースだけはねヤフーのトップニュースに出てきて、あ、確かに小室夫妻とかのねなんかネガティブなニュースとかは、まあ、なかなか載せないみたいな感じで、まあ、その辺が不思議かなってことで、まあ、ちなみにその佳子さまについては海外の公務とかでもね紹介されてたんですけども、はい、なんかそのオーストラリアとハンガリーとかを訪問されたことがあるんだけども、まあ、ここでそのウィーンの国立歌劇場でバレエ鑑賞をされたことがあって、はい、で、まあ、このバレエ鑑賞というのは佳子さまがダンスが趣味っていう形で、その佳子さまの意向でバレエ鑑賞が校庭に入ったみたいなんですけども、はい、うん、ただまあその佳子さまはスピーチの機会も少なくて、まあ、喋りが下手っていうことで、うん、まあ、いろいろとまあそのお言葉を求められるというかね、その昼食会の後とかもねそのお言葉を求められて大変美味しくいただきましたとか、でまあその景色を見た時の感想として非常に綺麗でしたとか、うん、でまあウィーン少年合唱団の歌声を聞いて楽しかったですとか、まあ、なんか全ての答えがワンセンテンス回答っていう形で、まあ、何を聞いてもね、はい、そのキャッチボールがつながらないっていう形で、まあ、その相手国の、ね、大統領とか外国要人とかもお相手してくれたんだろうけども、キャッチボールが続かなくて、うん、まあ、困惑する場面があったみたいな感じで、はいはいはい、まあ、まあ一番困惑したのが地元の記者っていう形で、まあ、何を聞いてもワンセンテンス回答だから、まあ、会話が続かなくてね、まあそこで
まあ、笑顔で挨拶をされたみたいな感じの記事とかね、和装に着替えられたみたいな感じの、まあ、なんか訪問概要をまとめるみたいな感じの記事で、うん、まあ、苦肉の策として、まあ、容姿を褒めたりとか、もうそういう形で記事を埋めたみたいな感じでね。ああ、なるほど。だからもう書くことないわみたいな感じでね、ちょっとまあかなり、うん、大変だったみたいですけどね。確か秋篠宮家って公務の時の、まあ、挨拶だったりとか、はいはい、なんかどの時でもほとんど下を向いてるっていうか、その読んでるんでしょうけど台本を、はいはい、そのなんかもう読むしかできないのかなぐらい、その自分でねちょっと覚えたりとか。確かにね。なんかね、あんまり前向いて、まあ、自分の言葉が確かにないですね。そうそうそう。だからなかなかね、喋るのが下手っていうのか、何なんでしょうね。まあこの辺はどうなのかなってところなんでしょうけども、まあ、やたらとまあ出しゃばって公務には出たがるって形なんでしょうけども、まあ昭島家のまあ問題なんだけども、まあ、最近ではね、昭島家から紀子様の弟ね、川島修さんと結婚した栗原奈緒さんが、まあ、再婚相手のね、栗原奈緒さんが、はい、そのフジテレビのポップアップという番組に出演したみたいですね。ああ、最近。そうですね。はいはい。なんかね、この辺も、一応まあ、元外務省みたいな感じで、うん、元外務省勤務みたいな感じで紹介されてましたけども、はい。紀子様の弟の嫁っていう形では紹介されてなかったみたいですね。あ、そうなんですね。普通、そこを言うんじゃないですか。まあ、そこ一番メインやのにね、うん、まあ、なんでそう言わないのか、まあ、不思議なとこでもあるし、皇室利用と言われるの分かってるか言わなかったのか。あ、絶対そうでしょうね。ただその代わりにはテレビ出たがるとか、まあ、その辺がねちょっとまあよくわかんないなって形ではあるんだけども、断ればいいのに。まあ、ちなみになんかそのちょっとまあ驚いたのが、デイリー新潮がねなんかすごい爆弾を落としてきましたね。あ、そうなんですか。なんかその皇宮警察の職員が悪口みたいな感じで、まあ、記事になってて、なんかその愛子様に対してクソガキとか、まあ、そういう形のこととかもね言ってたみたいで、はい、まあ、他にもね、まあ、いろいろとなんか言ってた職員のことを、うん、その実名も書いて記事にしてますからね。だからよっぽどそうなんですか。ちょっと知らないですね、その記事。よっぽどやばい記事ですね。やばいっすね。おそらくまあこの職員とかも処分されるんちゃうかなっていうぐらい、はい、まあ、かなりやばい内容でね。え、愛子様にだけ文句を言ってるんですか。いや、もう他の職員に対しても、他の皇族に対しても文句言ったみたいですね。はぁ、まあ、紀子様に対しては般若とかね。ええー、まあ、いろいろまああるんだけども。まあ、それは悪口なんか分かんないですけどね。合ってるというか、合ってるというか。まあ、なんか他の皇族に対してもいろいろとなんか、その紀子様に対してもなんかすごい、記事では書けないような内容を、なんか悪口を書いてるみたいな感じのこともね、はい、紹介されておって、まあ、この辺がやばいなっていう。やばいっすよね。宮内庁もやばいし、皇宮警察もやばいし、確かにもう一回この辺も解体した方がいいんちゃうかなって形ではあるんだけどもまあこの報道を聞いてね、宮内庁とかどう対応するのかって、まあ、その辺も、もあるしね。だって実名が割れてるんであれば、その人が今後どうなるかって世間も追えるというかまあそうですね。まあ、おそらくまあ首でしょうけどね、ここで報道されたら。まあそうでしょうね。まあ、ただまあこの辺でね、まあ、秋島家も問題だし、まあ、皇宮警察も問題だし、宮内庁も問題だし、はい、もうねちょっとまあいろいろとまあ問題だらけで、今後どんな展開を迎えていくのか、皆さんの予想とかも聞かせてもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。